皆さんこんにちは、東京クライズです。今日はですね、国学院大学名誉教授でいらっしゃいます大原康夫先生にお越しいただきました。先生、今日よろしくお願いします。お願いします。今日のテーマはですね、天皇と日本文化であります。皆さんご存知のようにですね、日本は天皇制でありまして、まあ、天皇制はですね、日本国体の象徴であります。今日はですね、まずは天皇といったらですね、まあ、私は中国出身なんですけれども、すぐにですね、あの大昔にですね、中国の伝説の中に、あの天皇、地皇、人皇というね、あの三皇時代もあったんですけれども、あそこにもですね、天皇というあの方がいまして、で日本の天皇という二文字ですね、全く同じなんですよ。でその天皇のその名前の由来をですね、まず先生から教えていただきたいと思うんです。まあ、漢字が入ってくる前のですね、日本においては文字はまあなく、すべて言葉だけで言い伝えてきたわけですね。はい、そうした固有の言葉で天皇という日本の君主を表す語としましては、例えばスメラミコト、はい、スメラギ、スメロギ、大君、君、はい、といった大和言葉があったわけですよね。はい、それがもともと天皇という言葉が、漢字が入ってですね、天皇という字をそれらに当てたわけです。あ、だからまあ一番ポピュラーなのは、日本の固有語で言うならば、天皇を読む場合においてはスメラミコトと読むのが、これが普通の読み方です。あ、そうですか。ミコトっていうあの命の字書くんですよね。はいはいはい。でそれを私の感覚ではですね、それは神と同じ意味しているではないでしょうかね。神と同じというか、神としての意味を持つ場合もあるけれども、必ずしもそうではなく、ああ、まあ、高貴なお方を指す場合に御事と。ああ、それはだから、天皇やあるいは皇族、まあ、天皇ご自身ではなく皇族にも御事はつきます。それが一人が例えば大和武尊の御事、はい、これは、第12代の天皇の、まあ、お子さんでありますけども、その方を大和武尊の御事、まあ、これは、最初の名前とは変わってますけれども、まあ、御事と呼ぶことがありますが、故に、まあ、古い時代は御事イコール神のような使い方が最も多いわけですけども、必ずしもですね、御事は、神を指すだけではなく、まあ、高貴な方を、まあ、指す、あのそういうところ、はい、高貴の地位を表すというものですね。はい、で最初の日本の天皇は、今は125代ですか。そうです。で最初はですね、神武天皇なんですけれども、で神武天皇の源っていうに関する説はですね、いろいろあるんですけれども、これは我が国の古い歴史書である日本書紀あるいは古事記などには、そういう伝承としての神武天皇像があるわけですけれどもですね、あるわけですけれども、何と言いますか、2677年というのは、はい、そうしたところに由来する数字でありますけれども、まあ歴史学的にですね、はい、まあたどりうる、つまり学問としての歴史からしますと、まあ、そこまで遡れるかどうかについてはですね、そもそも、戦争に負けた後の日本の今の時代においては、そこまでまあ遡れるかどうかについては、まあ、疑問は持たれております。まあ、歴史的にですね、日本の、まあ、国の始まりをどこから、まあ、数えるかについては、まあ、科学的と称する歴史学によれば、まあ、西暦紀元とほぼ同じ頃であろうと言われています。あ、そうですか。ただし日本の国におけるおいて、我々の人たちは、今言いましたようにですね、まあ、今年をまあ、対象するならば、2677年前ということになる、だろうかと思います。なるほど。で、日本はですね、よく大和というね、呼ばれていますけれども、で大和はですね、漢字に書きますと、まあ、大和ですね、大きな和ですね。で昔にですね、
大和というあの和という漢字を使わずに、人間に委託のいいという、はいはい、そういう和も使われているんですけれども、はい、それは具体的にどういう意味なんですか、まあ、なんで使われているんでしょう。まあ、これは使ったのはですね、もともとそれは中国の人が使ったわけですね。あ、はい、でその、まあ、中国のこの人弁に委員の意をついた和は、中国の意味ではですね、従順な人の顔つきという意味なんです。あ、そういう意味で使ったらしいですね。それは、まあ、なんて言いますか、中国との交流があった時代において、まあ、日本の、まあ、お使いがですね、向こうでいろんな、まあ、話をしたり、するわけですけども、その際の態度が、まあ、従順な態度であったという意味で、はい、和という言葉を中国人が当てたというふうに私は思っております。これは、いい意味でしょうか、悪い意味でしょうか。まあ従順なとなってくると、まあ、中国の歴史家になれば中華思想がありますから、つまり中華が世界の中心でですね、そしてあとは、まあ、野蛮人だというような意識があるわけですから、はい、それはあの自分のところが一番なんて言いますか、高貴で上の地位にあるということの、はい、まあ、一つの表れとして、はいはい、和という言葉を使ったと思いますから、日本側としてはあまり嬉しい言葉です。わかりました。その上から見、あの人を見ているような感じするんですね。はいはい、私個人的には興味あるんですけれども、あの日本人はですね、今ねほとんど見当たらないんですけれども、でも日本人に聞くとですね、みんなねどの家でも使ってるんですよ。つまり家紋、家の紋章ですね。あ、家の紋章みんな使っているんですけれども、で、あの天皇系の紋章はですね、菊の紋でよく言われていますけれども、はい、しかも16菊の紋で使われているんですが、それはなんで当初はですね16菊の紋をあの天皇家の家紋と定めたかという、その経緯とか、そういう、まあ、そうですね、まあ、菊の御紋章のですね、ルーツは一体何かということになるわけですね。それは今はいろんな説がありますけどね、まあ、菊というのは、ご存じのように中国から、渡ってきた植物ですね、菊は、あ、そうなんですか。だから菊という字はこれ音読みですよ、訓読みじゃないんですよ。菊というのは言葉の漢字からするとね、大和言葉のように聞こえますけどね、菊というあの字は、これは中国のいわば字音なんですよ。で、もともと日本にはなかった植物だったんですか。だろうと思いますね。だからあのその菊という字を見ればね、底辺に菊という字を書くと一菊の涙と言いますかな。はいはいはい、その場合に使えますから。ありますね、確かに、だから菊というのは中国から入ってきたんですけど、しかし、菊という花はですね、やはり香りから色から見てですね、大変なんて言いますか、高貴な花、つまり、花のまあいわばキングのようなんです。イメージが中国でもあったし、日本でもそういう意味で菊の花というのは大切にしたという一般的な歴史があります。ただしそれをですね、皇室の御紋章としたのはかなり経ってからかな、まあ、一般それもいろんな説がありますけれどもですね、まあ、一番まあ多数説的なことは、鎌倉時代のですね、後鳥羽天皇という方がいらっしゃいます。後鳥羽天皇、はい、後鳥羽天皇はですね、菊を大変お好みになってですね、はい、今なんて言いますか、大切にされたんですけども、その後鳥羽天皇はですね、菊があまりもまあお好きな上にですね、あの方は我々工芸の、いわば工芸といいますか、あの工芸の匠という字に芸術の芸ですよね。あ、工芸にも大変、優れた、業績がありまして、はい、そしてご自分でですね、刀を打っておられますね。あ、刀を打っておられます。そしてその刀にですね、なんて言いますか、菊のお印をですね、そこにつけたんですね。だからなんて言いますか、菊五作、菊という意味ですね、五は敬語の五ですね、で作、はい、
で菊五作という、まあ、読み名がついて、あまりもう今日残っておりませんが、何振りかは今もあるはずです。ですからその後鳥羽天皇が菊を愛好され、そして、まあ、刀にそういうのを、まあ、お印をですね、まあ、刻み込んだということが元となって、なんて言いますか、皇室の御紋章になったというのが、まあ、一番、まあ、一般的な説です。ああ、わかりました。後鳥羽天皇が菊杉だから、後鳥羽天皇時代からその菊の紋章をその天皇家の御紋章にしたという、まあ、そういうことですね。まあ、それが元となってますから、はい、その後後鳥羽天皇の後の天皇が、そのことをどういうふうに、まあ、考えられたか分かりませんが、しかし、まあ、そういう形でですね、あの、うん、菊の御紋章が、まあ、皇室の御紋章としてちょっと伝わってきたわけですけども、明治になって、そうですね、明治から大正にかけてですね、まあ、天皇を中心とした新しい近代国家ができたわけですから、はい、菊の御紋章というものはね、もうこれは特別な御紋であるがゆえにですね、うん、なんと言いますか、今でもそうですけどね、うん、例えば外国の大使館や公使館には必ず菊の御紋あります、ね、今だって国のパスポートね、そうそう、我々パスポートにもですね、あれあだからある意味では国のなんと言いますか紋章ですから、まあ、国章ですね、国章とされているわけですけど、したがってですね、まあ、明治以降はですね、菊は皇室関係以外のも、菊の御紋章はですね、皇室関係以外には使っては、まあ、ならないということが法で定められまして、そしてそうじゃないとですね、それは結構、まあ、まあ尊いけれどもポピュラーだからですね、商売に使われる可能性もあるわけですね、うん、だからそれは皇室関係以外はですね、その菊の御紋章は使わないようにということが法でもって定められて、それに違反すれば罰せられるということなんですね。ところが戦争が敗戦に終わって新しい時代になってきますとですね、そうした法もですね廃止になりましたから、そうした何て言いますか菊の御紋章を使ってはならないというね、ならないという、ことでは法的な強制はなくなったものですから、それをいいことにですね、営利目的でもってですね、菊の紋章を使った例えばお菓子だとか、あれはお茶碗なもんだとか、そういうものを作る人間が戦後あるわけですよ。おお、それはみんな本当に勇気あるね。それは天皇家の、はい、これは天皇家あの独有の、 あの紋章なので、はい、みんなそれは勝手に使ってはいけないはずだったんですけど、戦後はですね、皇室も民主化したし、それのことはあれこれ、国や政府が、言うべきことではない、ということで、まあ、不利になっちゃったんですね。だからあの宮内庁と してはですね、そのような菊の御紋章をそうした営利目的、その他私的なですね、目的のために使ってはならないということのことは従事しておってもですね、法的な裏付けが今ないもんですから、自由奔放というか自由気ままにですね、まあ、使っているのが現状です。ああ、わかりました。でもみんなやっぱり遠慮して使わないようにしているでしょうね、今のところ。私は個人的にね、それはあの菊のものを使ったりとかする、家庭にね使ったりとかする日本人は見当たらないんですけれども、まあそういうのはですね、使ってるのがはっきりすれば、まあ、宮内庁からあれこれ、まあ、それに対してですね、それは控えてほしいということは言うでしょうけども、強制力はないわけですから。ああ、そうですね。特に戦後は戦争に負けたということからですね、まあ、敗戦国の元首としての天皇としてはですね、まあ、そうした 天皇に対してはですね、もう昔の天皇ではないんだと、新しい民主国家、平和国家、日本の、まあ、象徴に過ぎないというような考え方が学会やメディア等でですね、支配的になってきまして、それがやはり国民の中に影響を与えている現状からすると、そういうような一種のタブーではなくなったから、何どのように使ってもいいんだというふうなことになっていると思います。まあ、
それを登録してですね、使わせないという法的な措置をやろうと思えばできないことないですけど、もうすでにそのようなことがあればですね、うん、まあ今さら、波風を立てないでおこうという、まあ、日本的なことで、まあ、放置されているということだと思いますね。で、私の、ね、周りにたくさん日本人いるんですけれども、で彼たちに聞いたらですね、天皇制とか天皇陛下のことに聞いたらですね、みんな、ね、天皇陛下のこと好きなんですよ。で、かつてですね、日本近代史上にですね、天皇制を廃止論というものはあったらしいですけれども、はい、でみんなね、天皇陛下好きなので、なんで天皇制を廃止するという、それはよくわからないですけど、先生、そういう、まあ、これはですね、日本のなんて言いますか、伝統的なものの考え方からはですね、なんて言いますか、天皇にとって代わるような、まあ世俗的な実力を持った人であってもですね、うん、天皇にとって代わることは未だかってなかったんですね、うん、徳川氏でありね、はい、例えば平氏、平家であり、はい、あるいは源氏であれ、何であれですね、そうです、そういうようなことでですね、まあ天皇に、という存在をですね、うん、根底からなくしてしまうというのは、うん、その明治以前にもなかった。まあ例外的な人物とされる人は一いますけどね、ごくわずかであります、うん、それは例えば平将門がですね、東北で、まあそこで、地盤を広げて、それで新しい皇ですね、新皇と名乗った、親王と呼べばいいのか、そういうこともありますけれども、それは例外的な、それ唯一だ、唯一ですね、ですよね、ほぼ、うん、唯一ですね、はい、足利義満がですね、うん、明国からですね、南寺を奉じて日本国王となすということを言われて、あ、それをまあ足利義満は喜んだ気配があるんですけど、うん、そこでは国王ですからね、あ、まあそれは日本でキングといえば天皇しかいらっしゃらないわけですけども、うん、まあその義満に対してはその点一点で極めて厳しい批判が後世出ております、うん、はい、したがって、まあ、天皇という存在、まあまあ、普通天皇制という言葉を使いますが、はい、天皇制を廃止することを言い出したのは明治になってからです。それは一方においては、ね、早かったのは、うん、無政府主義者アナーキスト、はあ、だからアナーキストの中で代表的なのが、うん、起こした事件がいわゆる大逆事件、明治43年にですね、明治天皇を暗殺するという計画があったということで、アナーキストとして有名な光徳秋水という人がいます。その人を含めた12人がもう死刑に処されました。でそれがまあ無政府主義者アナーキスト、うん、まあ、無政府主義者アナーキストっていうのは当然だから、そういう考え方は外国からですよね。そうでしょうね、西洋から使われてきたものでしょう、うん、もう一つあるのは、うん、これコミュニストです、共産主義者、ああやっぱりそれですね、はい、これは大正ね、大正12年に日本共産党が設立されます、うん、でその時はですね、まあ、もうお粗末なんですけども、コミンテルン日本支部だったんです、として日本共産党を設立。コミンテルン日本支部もあるんですか。いや、コミンテルン日本支部としてですね、日本共産党が設立されたの。つまりコミンテルンというのは国際共産主義ですね。共産主義運動ですね。そうですね。国際共産主義運動のですね、うん、日本支部として日本共産党が設立されたわけですよ。はあ。だから、まあ、コミュニストが共産革命、社会主義革命をやるとするならば、真っ向から壁になるのはやっぱり天皇の存在であろうと。ああ、そうだ、そうだ。そういうことでコミュニストが革命に対する一番の障害ということで、はい、まあ、天皇制を倒そうと。共産主義者はみんなそうですよね。この国で共産主義という、共産党という、ね、設立したですね、最初ね、その国の伝統をなくすという、そういうことですで、まあ、中国も同じですよ。同じです、はい、どの国でも同じですよ、はい、あ、そこからですね、うん、まあ、天皇制廃止という言葉が出てきた。しかしながら、うん、当時の日本の法ではですね、うん、まあ、いわゆる治安維持法というのは聞いたことありますか。あ、あります、あります、ね、これはですね、日本の民主
主義的な在り方を否定するために作られた悪法の最たるものと言われてますけどね、うん、治安維持法は何のために作られたかといえば、一つはですね、あの国体、まあ、天皇を中心とした日本の国家体制、うんはい、ともう一つは今で言えば資本主義自由主義の経済を、うん、なんて言いますか損なうものはこれは治安維持法の処罰の対象となると、うん、なるほど。まあ治安維持法はですね、まあその意味ではコミュニストのですね、うん、革命への脅威からですねこれを抑えるためにですね、うん、まあ作ったわけですけれども、うん、まあその意味では、日本のまあ天皇制も廃止すべきだ、うん、これはもうコミンテルンが出した22年のテーゼあるいは27年のテーゼにおいても天皇制の廃止ということは謳われてますから、うんうん、これは真っ向からのですね、うん、我が国に対する挑戦でありますがにそれを処罰する法を作ることはこれはある意味は否定されたり批判されたりすることではないですけども、まあ、しかしながら、まあ、この法を、まあ、運用するですね日本政府や官僚警察がですね、そこまでいかなくてもですねこの法によって自由主義者だとか、うん、あるいはデモクラシーに関心の強い人をもですね、うん、そう厳しい、統制下に置いたということで悪法と言われているけれどもですねしかしながらある意味では当時の日本からするならばコミュニストのですねいわば脅威に対応する法の一つ法として作られたと、うん、というのはほぼ同じ頃ですね、うん、西ヨーロッパにも似たような法はできてるんですよ。あ、そうですね、はい、ありますので何て言いますかこの治安維持法がちょっと話がちょっとばかりそれましたけれどもですね治安維持法で言われている国体と自由主義経済を守るということ自体は、まあ当時の日本としてはこれはもう当たり前のことであった、うん、それが、まあ、他にも拡大解釈してですね適用されたこともあるので批判されるべきものもあるけれども、まあ、天皇制廃止ということをね、うん、そこまで掲げてね何と言いますか政党を作ったわけですからそれはコミュニストの天皇廃止に対しては当然厳しい何と言いますか勝負があったということで、うんまあ、それがありましたけど もう昭和の初めの頃からですねその治安維持法を何と言いますかバックにしてですね政府が徹底的にですねコミュニストをですねいわば処罰することをやったことで、まあ、取り締まったんですよね。まあそのために、まあ、日本におけるコミュニストの勢力はなくなったけれども、敗戦になってですね敗戦になって、そしてアメリカを中心とした連合国軍が、まあ、軍事占領したわけですけど、まあ自由主義をね、はい、その中で進められた、まあ、要するに日本国の民主化という中でですね、言論の自由もですね最大限の保障しようからもちろん政治活動も自由にやらせようとなってきた中でですね、うんまあ、今までのタブーが解けたということから、うん戦後は、まあ、大日本帝国憲法では統治権を騒乱する国家元首として明記されていたのが今の日本国憲法では国政に関する権能を有しない国及び国民統合の象徴とされた、うん、だからもう天皇に対するタブーはなくなったということから、うん、まあ本年は戦後72年ですか、うん、72年間の間占領期間は6年8ヶ月ですからもう占領が終わってからの、年月が長いんですけれどもやはり今なお、コミュニズムあるいはアナーキズム的なものの考え方を持っている人間は今なお、まあ、いることはいるわけです、うん、しかも少なくないと思うんですよ、ね、そうなんです実はねそうなんです、はい日本は神国であるという、はい、私ねこの言葉初めて触れたのはですね東条英機の遺書にあったんですよ。あ、うん、日本は神国であると。でもね今大東亜戦争ですね敗北とともにですね神国という信仰ですね崩壊したんですよ。
だから秦国なのになんで敗戦したかっていうね、だから国民ね疑うようになっていてですね、だから今の日本の国民見るとですね、天皇陛下はみんな好きなんですよ。でもその日本は秦国だっていう認識する人はですね、もうものすごく少なくなっているんですよ。そうですね、ええ、だから問題はね、秦国というのはね、どういうようなことを指して秦国というのか、なるほど、その秦国の理解もね、これはまた多義多様でありますからね。まあ一番の秦国というのは、なんて言いますか、もともとは、まあ、皇室の祖先が高間ヶ原というですね、まあ天上世界に、まあ、想定されるわけです。そこからこの地上の、まあ、大和の国にですね、国に、まあ、降りてこられた。だからその意味では、まあ、天皇もそれから日本人その他の人もですね、神の子孫であると、これは天皇だけじゃないですよ、天皇だけではなく、そうした降りてきたですね、例えば後には物の部氏だとか、中富氏だとか、さまざまな氏族がいますけども、そういう天皇皇族以外の日本人においてもですね、神の子孫だという認識があったから、その神の子孫が住まう国だから、それは秦国だという考え方もあります。私はそういうふうにね、理解しているんですけれども、で、もう一つ意味ですね、それは神に守られている国であるという意味合いではですね、秦国であるではないかと思うんですけれども、その後今言おうと思ったんですよ。そうですか、すみません。それがもう一つですね、秦国というので神が守っていただいている国という意味は、ことがはっきりと出てきたのは、いわゆる元寇、蒙古襲来の時です。それはもう元がですね、まあ、クビライの時にですね、フビライと言いますか、フビライの時にですね、日本に二度にわたってですね、攻め落としたんですね。攻め落としたけれどもですね、まあ水際で鎌倉武士が戦って、まあ、地上戦でですね、なんと言いますか、日本を、まあ、撃退することができないで、船に上がって、まあ、一つ時を過ごしている間に二度にわたってですね、台風が来ましたな。そうですね。それがまさに神が日本を守ってくれた、その意味での秦国というのは、まあ、元寇、蒙古襲来の時の、まあ、日本人の意識が元になって、現実にそういうことがあったわけですからね、あったわけですが、これはもちろん台風は自然現象に過ぎないとしてましてもね、だけども当時の人々はまさに神様が守ってくれる国であるがゆえに、二度にわたってですね、そうした神風が吹いたと、そうですね、ということになるわけです。そうですね、確かに。すみません、もう一つですね、日本の天皇にはですね、何でですか、称号あるんですが、例えば明治天皇、昭和天皇とかで、はい、ありますん で、その明治とか昭和っていう名前はですね、どういう いきさつで作られたっていう。それは大変大事なポイントでですね、これは明治以降ということは近代以降ですね、近代以降の天皇に贈られた称号と、近代以前、つまり江戸時代以前に贈られたですね、まあ、古い時代は2000年も昔のことになりますけどもね、その天皇に対する贈り名というものはですね、まあ、もちろん中国に、まあ、そうです、あります。前例がありますからね、ありますね、はい、それに沿って、まあ、死後と言いますけども、ね、そうですね、死後と言いますけども、それはその天皇の一代を特徴づける、まあ、その業績を評価して、業績を評価した形で、その、なんて言いますか、で名称を贈るっていう、ね、神武でもそうですね、そうですね、王神となってます、神様に応じるというのは、まあ、それもやっぱりそのご一体のやっぱ特徴でありますね。そうですね、確かに。そういうような形でですね、まさに中国に習った死後がもともとだったんですけども、はい、ところが平安時代になってからですね、そうした死後ではなくですね、追後というものが生まれたんですね。追後、はい、追う後ですね、はい、これはその、まあ、桓武天皇、平安京を開いた京都の都を定めた桓武天皇の次に、
平城天皇とか、平城というのは平に城と書いてます、うん、あ、はいはい、平城、平城ですよね、平城と読むんですよ、そこはね、平城、ところが平城天皇と、うん、まあ一応言います、うん、その平城天皇はその京都都を移る前にですね、奈良の都をものすごく、まあ、懐かしく思われたものですから、はいはい、そこでじゃあこの天皇にはその平城京の平城を当てた、あ、そういう称号がある、はい、これはだから、はいはい、さっき言った死後と違いますよね、ああ、これは追後という、追後というんですか、で似たようなことはその後もですね、うん、平安時代から例えば佐賀に、なんて言うか、お屋敷があった天皇は佐賀天皇、あ、佐賀天皇、有名な佐賀天皇ですね、はい、あれは鳥羽に縁があった天皇は鳥羽天皇、 あるいはその後なってきますと後鳥羽天皇という方も出てこられますよね、そうした形でいくのは全部追号なんですよ、ですから死号ではなく、つまり天皇の業績や一代を特徴づける称号としての死号よりもむしろ追号の方が増えたんですね、じゃ天皇陛下、どの天皇陛下にもですね必ず死号あるわけ、いや死号というのは今言った意味でですね、死号と追号というのは大変分かりにくいんですけども、死号というのはもともとの天皇に対する称号であってです ね、 そ, うですね、それが崩御、亡くなられた後につけられるか、あるいは位を譲られた後に、譲位された後につけられるか、はいはい、それはいろいろありますけどもですね、はいはい、それはもともとは中国に習って天皇の一代を特徴づける、うん、まあ、まあ、称えた、はい、あの称号ですよね、名称、そうですね、はい、と平城天皇違いますよね、それからその後佐賀天皇とか、うん、鳥羽天皇とか、はい、あるいは後佐賀天皇も後鳥羽天皇もおられますけどもですね、そうした称号は全部追号と呼ばれるんですよ、つまり本来の死、はいはい、号とは違うから、ええ、そういうのがずっとあってですね、うん、どちらかというと、まあ、その後は時々死号がですね、採用されることもありますけどもですね、大体追号が圧倒的にあります。わかりました。じゃあそういえばその明治天皇、昭和天皇みんな追号という、そういうことです。ことになるんですね。つまり明治になってからですね、ええ、年号元号がですね、天皇一代で一個で変えられないと、あ、そうですね、変えないという制度ができましたから、ならば、あの、なんと言いますか、亡くなられた天皇に送る称号としてはですね、その一代であの一個の年号とか、年号というのはこれは一世一元と言います、一世一元の制度になったならば、その明治、うん、大正、昭和という元号、年号をですね、その追号として送るということになったんです。これは中国の明の末期と清の時代と全く同じですね。そう、確かにそうです、うん、あ、そういうような、はいはい、ことですね、天皇系にはですね、なんか名字ない、はい、ファミリーネームないっていうのは私は聞いたらですね、はい、あ、びっくりしたんですよ。中国ではですね、なんか皇帝ね、どんな王朝の皇帝にもですね、あのファミリーネーム必ずあるわけですから、はいはい、で日本の天皇陛下、天皇家にはですね、名字はないっていうのはちょっとびっくりしたんですけれども、まあ、そこがまたですね、うん、日本の天皇の特徴みたいなものでですね、うん、例えば先ほど言いましたように物部氏とか中富氏だとか、はい、蘇我氏だとか、はい、まあ、いろんな、まあ、豪族にも、はい、まあ、そうした姓が、姓というか氏というか、ええ、あるわけですよね、はい、ところが大人の中国、うん、あるいは朝鮮でもですね、李氏の朝鮮という言い方をしますしね、ああ、そうですね、李、うん、ちゃんとあのファミリーネームあり、ありますね、でもうご存じのように中国ではですね、うん、漢の場合は龍だとか、ね、唐が李だとか、李ですね、それから明が朱だとか、朱ですね、ありますね、はい、ところが日本の場合はそんな、古い時代からですね、天皇にといいますか皇室にですね、うん、ファミリーネームはないですね。あ、これはヨーロッパでもですね、オーストリアはハプスブルク家だとか、ドイツがプロイセンはホーケンツールレルン家だとか、うん、あるいはロシアはロマノフ家だとか、みんなファミリーネームあるわけですね、うん、ところが日本だけはないんです。なぜないのか、うん、これは、まあ、ある意味では、まあ、天皇および皇室にですね、なんと言いますか、そうした他の豪族たちとは違った何かあるものが備わっているということから、そうした氏とか姓というものはなくていいものだったんですよ。だからなぜなかったのかという、なぜというのはね、ホワイト言われてもですね答えようがない、ただそれが当たり前としてきたと。そこにまたそのファミリーネームがないところにも、まあ、天皇および日本の皇室
の、まあ、特質があるから、多分、まあ、初代の神武天皇以下、まあ、古い時代はですね、やはり、実力、世俗的な実力をも持っておられたわけですけども、まあ日本の天皇はですね、一番のお務めは祭祀、お祭りをなさることですね。これは大事ですよ、非常に大事です。だからある意味では、もう今日においてはですね、もちろん今日と言いますか、近代においてはですね、さまざまな王朝が例えばヨーロッパにはありましたし、今もありますけどですね、例えば、その中で最も古いのはイギリスですよね。そうですね。でイギリスのいわばキングもしくはクイーンのですね、称号の中には何と言いますか、信仰の擁護者というそういう称号も入ってるんですよ。あるんです。それはイギリスという国がですね、いわゆるアングリカンチャーチ、英国国教会という国の宗教、国教を持っておられます。それの、まあ、ヘッド主張でありますがゆえにですね、まあ、そうしたことでですね、イギリスの、キングあるいはクイーンはですね、ある意味では何て言いますか、信仰のいわば擁護者、いわばパトロンですね、宗教の保護者ですね、パトロンであるんです。ところが日本においてはパトロンでもあったけれども、むしろ自ら宗教的な営みを行う、いわばプレイヤーでもあるんですよ。それが祭祀を、が天皇の、まあ、一番大事なお務め、それに世俗の権力をも伴った時代もあれば、それから離れた時代もあった。しかし祭祀を中心とした文化共同体としての日本国のいわば、まあ、君主という意味では一貫しているんですよ。だからそういうような何と言いますか、ヨーロッパなどの王室などはですね、信仰のパトロン、あるいは宗教のパトロンとしてのですね、キングやクイーンはおられたけれども、プレイヤーは古い時代はあったかもしれませんがですね、自らそれを行う、そうした意味での宗教的な関わり合いはですね、それはまあ少なくとも中世以降はないし、特に中世はそういう宗教を全部ローマ法王が握っていましたからね、やりましたから、そうない。ところが日本の天皇は一貫して祭祀を行うことが中心、まあ、これをまあヨーロッパの有名な文化人類学者はですね、プリーストキングと言います。なるほど。つまり祭祀王です、はい、だから日本においてもそれを引用してですね、天皇の本質は祭祀王だということを、今日、まあ、説明する人もいます、だからそういうようなですね、なんと言いますか、世俗的な実力をお持ちであった時代であろうとなかろうとですね、なかろうと祭祀を中心とした文化的な統合者であるとなれば、ちょっと他の豪族たちとは違いますよね、そうすると宇治とか聖だとかいうことがまあなくてきたんですよね、それで別に不思議とは思わなかった。しかしまあ東大の外国を見れば、中国でもヨーロッパでもですね、みんなファミリーネームがあると。ありますね。まあ、祭祀は確かに、ね、大事なんですよ。まあ、かつて、ね、孔子はこういう言葉を、言ったんですよ。一つの国にとってはですね、二つ大事なことはですね、一つは祭祀で、もう一つは軍事ですよ。で、祭祀はですね、おそらく日本はですね、その祭祀という、つまり天地神明を祀ることですから。ですから、これを行われるのは、やっぱり天皇陛下以外にはですね、まあ、おそらくこれやれる資格、みんなないんじゃないかと思うんですけど、ね、もちろんそうですけどね、天皇のがなされるお祭りに習ってですね、神社で神職が同じような形でやってきてる、つまりそれは国民のレベルでは神社を中心にしてですね、伊勢の神宮も含め、神社神宮においてですね、天皇がなされる祭祀にですね、習って、まあ、さまざまな神々をですね祀ってきたと、これは今日は続いてるわけです。そうですね、はい、そうですね、そういうことです。なるほど。先生、先ほどおっしゃったようにですね、文化的な共同体の核としての存在と言われたんですけれども、具体的な表れはどこにあるんでしょうか。まあ、それは先ほどちょっと触れましたけどですね、要するに
文化のパトロンじゃなくて、はい、文化のプレイヤー演者でもあると。そうですね。そういうことから眺めますとですね、うん、要するに業績といいますか実績がたくさんあるんですね。例えば、うん、著作について言うならばですね、はい、まあ、平安時代の有名な後白河天皇には良人秘書というですね、当時の庶民のですね、いわば会話をですね、それをまあ監修したというか、そういうのがあります。それから昭和天皇は要するに生物学のご研究で、いくつものまあ著作があります。そうですか。あるいは何て言いますか、まあ、聖徳太子は順大条憲法ですね。順大条憲法、もう一つに三教義書というね、あの三つのお経のですね注釈書をお作りになり、それが中国に行ったらですね、本場の中国の人がですね、その注釈書のさらに注釈書を作ったという、まあそういう意味では大変すごい、ね、あのまあグレードの高い、うん、まあ業績がありますけどね、はい。それ以外にですね、まあ和歌は言うまでもありませんね。これはもう初代の神武天皇から今の陛下に至るまでですね、まあ歌は読んでこられた、うん、だから125代の天皇、まあ、全てのお歌が残ってるわけじゃありませんですけども、お歌を読むということはまさにまあいわば、まあ、詩人としての伝統あるということですね、うんうん。だからまあ言葉天皇は、歌集を自ら編纂されましたし、うん、明治天皇にはだいたいご一代で10万詩ぐらい呼ばれたと。10万詩ですよ。すごい。明治45年ですから、うん、まあ、その前のまだ御蔵に疲れる前からお読みになったかもしれない、うん、一般的には10万詩と言われる、うん、だから1日それを45年間で割ったら1日何詩か何百詩でしょうね、うん、そうですね。だからそういうぐらいの、まあ、ことをなされています、うん。それからですね、著作以外にはですね、例えばさっき言いました後鳥羽天皇は、さっき言いましたね、高原に達者ですから、何と言いますか、刀まで撃たれたというのがあります、はいはい。それから霊源天皇という方はですね、これ江戸時代の天皇ですけど、うん、これは絵画においてやっぱり優れた業績を残しています。先ほど後水の天皇とお話したかもしれません、あの方は桂離宮を作られましたからね、これは有名な公演でしょ、はい。そうしたですね、著作だとかお歌だとか、うん、それから今言ったように、まあ、文化的芸術 的な芸術的とかようなものがあるわけで、うんうん、あ、それからもう一つあるのは明天皇は、うん、まあ、お歌のたくさん作りましたね。これ有名なお歌が、うん、今でも、知られてますけど、大正天皇という方は15年間で大正という名が終わったわけですけど、うん、あの方は何がお得で与えた、漢詩です。漢詩をね、千何百編ぐらい作ってる。漢詩というのは難しいですよ。韻を組みながらやるわけですから、まあ、あなたなら分かるけど、千何百編ぐらいあって、ね、それがまあ一般にですね知られるようになったのは戦後になってからです。だけどもほとんどの人は知りませんね。だからそのようなことでですね、多くのまあ、要するに文化的な業績という観点からすると、うん、日本の皇室はですねちょっと他の王朝とは、まあ、ちょっと比較できないですね、うん。だから例えば東ローマ帝国のマルクス・アウレリウス帝は、哲学的な随書を書いてますし、あるいは、新国の後期帝は後期辞典を作っておられます、はい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 。あるいはナポレオン一世はナポレオン法典というのも作ってますから、はい、そうした偉大な業績はありますけども、それはあってもですね、うん、その王朝に一人いるかいないかでしょう、うん。とは日本の場合の何て言いますか、天皇皇族皇室の方々はですね、まあ、今私挙げたもの以外にも含めてですね、うん、そうした文化的な営みをやる演者プレイヤーであったという意味で、これはやっぱり特記すべきことですね、うん。だから日本人の教養は高いですね。やっぱり天皇陛下からそこの影響大きいんじゃないかと思うんですけど。だから学問をやることはね、皇室において伝統なんですね、うん。もちろん武家でもね、あるいは公家さんでも学問はやりますけども、その、まあ、上にある、まあ、天皇
皇族もですね、うん、それは学問には、うん、やはり、専念するということがやはり、まあ、歴史を貫く伝統としてあったわけですね、まあうん、そうですね。日本の政治のですね、うん、伝統の中にですね、これはもう聖徳太子の17条の憲法ってありますね。17条憲法ありますね。あります。はい、その中にですね、はい、大事、大きなことですね、はい。大事は独断してはならない。そういう一節があります。それ、これは第17条ですね。え？第17条です。それは第17条です。そうなんですね。はい、それは、いや聖徳太子だけの、何と言いますか、考え方で言えばそうではなくて、先ほど言いましたように、まあ、日本においては神道というものが、まあ、固有の信仰としてありますけどですね、その何と言いますかルーツみたいなものは、まあ、天上の世界である、まあ、高間ヶ原においてですね、ご存じのように天照大神が弟の乱暴に、まあ、憤慨して岩戸に隠れますよね、うん、その際に、どうやって天照大神に再び出ていただくかについてはみんな神が集まってですね議論しているわけです。それを神集え神計りというですね古い言葉である、うん、ですからもう神話の時代からですね一人の人間がですね政治をですね決めてしまうという考え方ではなくて、うん、合議によってですね、はいはい、全体の意思をいわば形成するということがですね古い時代からあったんです、うん、したがってそういうような伝統ですから日本においては例えば中国の、まあ、制度を入れたいわゆる律令体制これはありますね、はい、これにおいては中国の先制的な皇帝をモデルにしているわけですけど、ね、そうですね。それは東土隋の時代の、はい、制度です ね, ね、はい、それは実際上ですね採用されなかったんですよ。律令体制は採用したけどもですね、うん、天皇先生みたいなシステム入ってこなかった。あ、はいはい、同じようなことは独断的なことはないんですね。そうです、うん、同じようなことは明治になってからもですね大日本帝国憲法の一番の参考されたのはプロイセンプロシアの、うん、いわば君主制であります、まあ、これは、まあ、先生と古代的な先生とは言えないかもしれませんですけども、うん、まあ、皇帝とかあるいは国王とかがですねやはり先端的な政治を行うわけですけども、どちらの時代においてもですね、どちらの時代においてもですね、うん、そうした専制独裁的なですね、うん、政治というものは、まあ、日本の歴史の中では、うん、まずも皇室が関わる部分においてはないんですね。ただ、まあ、例外的に皇室ではないけども、それをやりかけた一人が、唯一の一人が織田信長だけでしょう。で、織田信長が明智光秀に、まあ、倒されましたけども、うん、あの明智光秀によるですね本能寺の変がなければ日本の歴史は大きく変わったでしょうね。そうでしたね。それぐらいだろうと思いますね、うん、まあちょっとその辺ぐらいで。あ、じゃあ先生そういえばですねそれはもしかして先生今おっしゃったことですねそれは今の民主主義の原点かもしれないんですよ。正直言いますと昔のね天皇権のその何ですか合議して全て決めていくことはですね今の民主主義よりもはるかに優れた成果だと思うんですよ、うん、正直言いますと私はただの感想なんですけれども、ね、まあそういうのであるがゆえにですね、うん、大日本帝国憲法の統治権の総覧者からですね、はい、国政に関する権能を有しない国及び国民統合の象徴という意味ではですね、うん、ものすごく大きな、まあ、なんて言いますか変化があったわけですけども、うん、しかしながらこれも大事なことでありますけどですね大きな戦争で負けた君主国は大体君主制が廃止されています、うん、ロシアオーストリア、あ、そうですね、確かに、からトルコドイツという国を見ればですね、これ第一次大戦の敗戦国ですね、うん、第二次大戦ではイタリアとそれからルーマニアが敗戦国になってこれまた国主制が敗戦国、はい、ところが日本はあのですね、はい、まあ、大東亜戦争でも負けてもですね負けてもですね負けてもですねその敗戦国の君主はですね、うんうん、まあ国法上法的な地位は大きく変わったけれどもです、うん、やはり国民統合の中心たる地位は維持して今来ています、うん、その意味では何と言いますか
特徴がまたそこに現れているだろうと思いますね。これ唯一でしょうね、世の中で。日本は大きな戦争で、そうです、戦争で負けて君主制は廃止されないのは日本だけじゃないんですかね、これまで。そうでしょうね、うん、はい、これは案外ね、うん、言われればわかるけどですね、うん、意外と知らない人が多いんですね。あ、なぜだから、その人は潜在意識の中ではね、まあ天皇はずっと続いてきたしこれからも続くであろうという漠然たるね、あ、まあ観念、まあ、天皇制を積極的に、なんか支持してですね、今の憲法を変えねばならないというようなことを思っている人以外の平均的な日本人の中にもですね、それはやっぱりあるんでしょうね、うん、それはやはり何て言いますか、今言った事柄から、まあ、推察できるんじゃないかと思いました。どうもどうもありがとうございました。